そうですね、これからの時代に生き残るためのマーケティング戦略の基礎とはということで話をしていきたいなと思います。いつもありがとうございます。マーケティング戦略家横山直です。今回ですね、マーケティング戦略ということで、僕が最も得意なところのお話をしたいなと思います。実際僕自身インターネットを使ってですね、これまで70億以上の売り上げを上げてきました。これは全てマーケティング戦略っていうのを立てたからできてきた結果だと思っています。で今回ですね、この動画を見ていただくと、そのマーケティング戦略っていうのは何かっていうのをですね、基本のところからしっかりと学ぶことができて、本当にマーケティング戦略ものすごく重要ですので、そこのことをですね、学べるような動画ですね、お話をしていきたいなと思っております。今回ですね、この動画をなんで見ないといけないかっていうところなんですけど、やっぱりこのビジネスをやっていく上ではですね、そのマーケティングの戦略っていうのはめちゃめちゃ重要なんですね。なんで重要かっていうのは、そのマーケティングっていうところ、まずですね、なかなか分かってないっていう方もいるかもしれませんが、マーケティングっていうのはお客さんに対して、商品があった時、例えば、このペンでもいいです。で、このホワイトボードのペンがあった時に、このペンを、の良さを伝える必要があるわけですね。良さを伝えるし、このペン、ホワイトボードのペンを使わない人でなければ、いらないわけですね。で、このホワイトボードのペンが、誰が一番欲しくて、誰だったら価値が伝わるか、そして他のホワイトボードのペンと何が違うのかっていうのをしっかり伝える必要があるわけですね。で、それがマーケティングです。そもそもそのマーケティングっていうのはその商品を作るところから始まるんですね。で、お客さんが欲しい商品を作らないと、買ってもらえませんし、そのマーケティングっていうのはですね、そのお客さんが欲しいものであったりとか、お客さんがどういったものが必要としているか、例えばホワイトボード誰も使わなかったらホワイトボードのペン作る必要もないですよね。で、これまであるホワイトボードのペンと全然違うものであったりとか、何か、コンセプト、その違いがあるものを作らないと買ってもらえないわけですよね。で、例えばこれとかっていうのは、ここに書いてあるんですけど、濃く書け、長く使えるって書いてあるんですけど、それっていうのは濃く書きたくて、長く使いたい人っていうのがユーザーとしているっていうところが分かったから、濃くて長く使える、こういったホワイトボードのペンを作りましたっていうところで、売っていくわけです。で、ほとんどのビジネスは、その、いい商品を作れば売れると思ってるんですよね。いい商品をとにかく作って、もうホワイトボードのペンだったらこういうものを作ったら売れるんじゃないかっていうのを想像して作ってしまうんですが、そうじゃなくてお客さんが欲しいものを作って、それを欲しい人にこういうものを作ったんですけどどうですかって言ったら、それも昔から欲しいと思ってたんだよと、だから絶対それ売ってくださいっていうのが最高のマーケティングの状態なんですね。で、これっていうのはマーケティングの最高の状態っていうのをですね、ピーター・ドラッカーが言ってるんですが、そのピーター・ドラッカーが言ってるのは何かっていうと、マーケティングの最高の状態っていうのはセリング、セールスをしなくても売れるっていう状態を作ること、セリングをなくすことだって言ってるんですね。で、セリングをなくすってことは、もうその商品が、こんな商品作りましたって言ったらですね、濃く長く書けるホワイトボードペン作ったんですよって言ったら、今まですぐ消えちゃって困ったんですよねっていう人が買ってくれるわけですね。それがセリングをなくすっていう、マーケティングの最終形なわけです。で、その時に重要なのは、売れる商品というか、そのユーザー、ターゲットになる人ですね。ターゲットになる人が欲しい商品ができているかどうか。あとは、じゃあその商品を欲しいと思っているターゲットの人はどこか。その人たちにそれを告知していく、知ってもらうということをやっていくわけですね。っていうのがマーケティングです。で、それを戦略的にやっていくっていうのはマーケティングの戦略なわけですね。マーケティング戦略ってあるんですけど、その今、マーケティングの話しましたね。マーケティングっていうのは基本的にその欲しいものを作って、お客さんが欲しいものっていうのは何かっていうのを理解して作って、で、それをその人に知ってもらって、買ってもらって、それを届けるところまでがマーケティングです。それを戦略的にやろうっていうのがマーケティング戦略なわけですね。で、その時に戦略っていうとですね、それは戦略って何かって話になるんですけど、戦略っていうのは、それをどういうふうにやっていくかっていう考えることなんですね。で、戦術っていうのもあります。戦略と戦術って分かりづらいよねって話があると思うんですけど、戦術っていうのは戦略を実行するための方法なんですね。じゃあどういうふうにやればそれが実行できるかっていうふうに考えていくわけなんですけど、戦略っていうのはだから、位置関係としてはこう、明らかにこうなわけですね。戦略が決まるから戦術が決まっていくということですね。戦略、どういうふうに、じゃあその商品を売っていこうかとか、どういうふうにやっていこうかっていうのを考えるから、戦略を立てるから、戦術が決まっていくと。戦略っていうのはじゃあ何かっていうことなんですけど、戦略っていうのは、いろいろ方法がある中で、この方法に絞るっていう、選択することなんですね。選ぶことっていうのが戦略です。で、例えばインターネットを使って、例えばホワイトボードのこのペンを売るとなったらですね、インスタを使おうか、ツイッターを使おうか、YouTube でやろうか、Facebook でやろうか、もしくは Google の SEO 検索エンジン対策でやろうか、ホームページで売ろうか、楽天で売ろうかとかっていういろんな選択肢があるわけですね。その選択肢の中からこの方法でやっていこうって決めて
選択をして、そこに対してその選択をもう絞ってですね、そこにリソース、まあ、資源を割いていくっていうのが戦略なんですね。どこにリソースを割いて資源を入れてやっていくかっていうのを決めるのが、そのマーケティングの戦略になっているわけです。戦略っていうのは選択なんですね。どこをやるかっていうのを選択すること。たくさんやれることであったりとか、やる方法はあるけど、その中から戦略っていうのは選択をしていくことです。で、その選択をしたら、例えば、じゃあこれはもう楽天とかやめてアマゾンで売っておこうという形になったら、じゃあアマゾンで売っていくと。で、そのが決まったら戦術として、じゃあアマゾンの中でどうやれば売れるかっていうのを考えていくっていうのが戦術です。で、多くの人はですね、その楽天で売る方法、アマゾンで売る方法とか教えてくださいとか、インスタが使えるらしいからインスタのやり方を教えてくださいとか、どういう投稿したらいいんですかっていう戦術とかやり方をやたら知りたがるんですね。で、それは戦略が決まってなければ意味がないわけです。ですからマーケティング戦略っていうのは、マーケティングを実行していくために、マーケティングっていうのは先ほど言ったように、売れる商品を作って、そこから欲しい人にしっかり告知をして、知ってもらって買ってもらって、そこを届けるまでがマーケティングなんですが、そのマーケティングを戦略的ですね、どれをやっていくかっていうのを選択をしていく、これでこれでこうやってやっていこうっていうのを決めていくのが戦略なわけです。で、その中からじゃあどうしてやっていくかっていう戦術を決めていくわけですね。逆に何をやっていいか分かんないとかっていう、方法が決まってない、絞れてない、選択ができてないっていうのは戦略が決まってないっていうことになりますので、ですからその戦略をしっかりと決めていく、まあ、そのためにやっぱりいろいろ知識とかやり方を知らないとですね、なかなか選択できないですね。ですからその子は知識をしっかりと勉強したりとか、いろんな勉強した中でもうやることを決める、選択するっていうのが戦略です。ですからまあいろいろ戦略のですね、あの戦争の勝つ方法という意味で戦略っていうのは始まってますけど、まあ、例えば桶狭間の戦いで織田信長が今川を倒しましたけど、じゃあなんでかっていうと、そこに集中して攻撃したからですね。全然人数が違ったわけなんですけど、そこに一箇所に集中して攻撃をしたから勝つことができた。それが戦略なわけです。どこに集中するかっていうのを決めるっていうのが戦略ですね。だからマーケティング戦略っていうのは、そのマーケティングの中でどこをやるかっていうのを決めてやっていくってことです。それをまずしっかりと理解していただいて、マーケティング戦略っていうのを理解していただくと、あ、じゃあそのためにマーケティング戦略を立てるために何をしたらいいかっていうのは分かってくるわけですね。ですからここでですね、しっかりとマーケティング戦略っていうのは、マーケティングのやり方を決める、それの選択することだっていうのをしっかりと理解していただくだけでも、今回ですね、かなり勉強になったかなと思いますんで、あとはどうそれをやっていくかっていうのは、それぞれの戦術やり方がありますんで、選択してからですね、やることを決めてから戦術を学ぶっていうことをやると、ものすごく結果が出ます。ですから、リソースをどこに集中するかっていうのをしっかりと戦略的に考えるっていうことが、ものすごく重要だということを理解していただければなと思います。それですね、まあ、今回動画ですね、いかがだったでしょうか。こういったですね、戦略の話、これからもしていきますし、マーケティングの話ですね、最も僕が得意とするところですが、そういったところ、いろいろお話をしていきたいと思ってますんで、ぜひですね、チャンネル登録であったりとかですね、まあ、今日の動画を見た感想であったりとか、あとはいいねとかをしていただければなと思っております。で、ぜひですね、LINE 登録していただければ、マーケティング戦略の、いろんな話とかっていうのも、LINE で、特別な動画っていうのを提供していきますんで、ぜひ LINE の登録もしていただければなと思っております。マーケティング戦略、めちゃめちゃ面白いので、ぜひですね、マーケティング戦略、今日基本的な話をしましたが、ぜひ学んでいただいて、どんどんできるようになっていっていただければと思っております。ではまた、次の動画とかでお会いできればなと思っております。いつもありがとうございます。横山直でした。ぜひですね、この内容いいなと思ったらですね、コメント書いていただいたりとか、いいねの評価をしていただければなと思います。さらなる情報に関しては、LINE であったりとか、そういったところでも、提供させていただいてますので、ぜひですね、LINE 登録していただければなと思っております。